竹地雄二は、中部日本放送の元アナウンサーで現在は、経営企画局経営企画部課長代理。岐阜県美濃加茂市出身。岐阜県立加茂高等学校を経て、早稲田大学卒業。1989年4月に CBC へアナウンサーとして入社。1996年11月に現在でも、同局アナウンサーを続けている、小高直子と結婚。以降、 二次の父である。リトアニアカウナス日本領事館元領事代理で第二次世界大戦時にユダヤ人に命のビザを発行した杉原千畝は王子にあたり、大学在学中には鎌倉市在住の杉原のもとを訪れている。自身がメインパーソナリティを務めたおはよう竹自由児ですで杉原千畝のエピソードを語るコーナーがあった。また、妻の大高は、 同局の看板ラジオ番組の一つである、ツボイのりおの聞けば聞くほどのアシスタントを担当しているが、この番組のメインパーソナリティであるツボイのりおに、竹地との結婚について相談したところ、チクチカの血筋を汚してはならないと反対を受けたこともあったが、最終的に初ボイも含め局関係者にも歓迎される形で結婚したという話も残されている。1 9九十年代初頭、 台風が東海地方に接近すると必ず竹地が港や海岸へ行かされ過酷な台風取材を任されていた。その必死な映像がキー局の TBS で何度も放送されたことがきっかけで現在でも台風の竹地と呼ばれるほど台風取材では有名人である。ありがとうございます。